リンハローパーラレールリンパラレルのリンドです。はい、本日もシェフィーとロッペ様のね、音浴でお届けいたします。最近ね、このお二人が仲良くてですね、こうやって寄り添いながらちょっと、ね、洗面器から出たいなみたいなことをしたり泳いだりするんですけど基本的にね、喧嘩しないのよ、この二人、まあ、ちょっと乗っかってるあれするけど、こうやってね、でもね、二人とも喧嘩しないんですよ。ちょっとね、ぜひとも可愛いんで、今日はこの姿をね、ゆっくり堪能していこうかなと思います。動きが止まった。何なんですかね、全然多種族で、片やオオトカゲ、片やレオパードゲッコなんで、まあ、ヤモリとかの仲間ですよ。なんで、全然ね、他種族で出会うことはないと思うんですけど、まあ、サイズ感がまだ同じだからっていうのもあって、仲がいいのかな。まあね、その、シェフィーがね、大きくなって、そばの森ってあって、まあ、80センチとか普通に超えてくんで、で、飼育下なので110センチ、20センチとかいっちゃうらしいんで、そうなったらね、一緒にはできないんだよ。丸飲みされちゃうからね、ボペが。絶対一緒には遊べないんだけど、今だけね、仲良くできそうなんで、仲良くしてもらってるんですけど、すごいね。全然多種族なんだけどさ、喧嘩も威嚇もしないの。何か分かるのかな、同じ種族だとか。ふん、可愛いな。まあ、ちょっと出たいよね。ごめんね、でもちょっと温浴してて、今日もあなたの脱皮皮をね、剥がしたいのと、ロペもね、脱皮した皮がちょっと残ってたのがあったんで、それを取りたかったんでね、温浴させてからペロペロっと取ろうかなっていう。ちょっと嫌がった、ちょっと嫌がった。さすがに頭の上に乗っかられるのも嫌いだ君ね、ロペ。お前かわいいな。なんだそれ、犬かき。かわいい。あれなのかな、お互いに我関せずなのかな、相手にこう興味がないというかね、っていうのでそんなに気にしてないんだろうか、ちょっとわからないけど。めっちゃ同じ方向向いている。うわ、何その横顔、何それ、かわいすぎるでしょ、あんたたち。まあね、安全もね、ちゃんと考えた上でこうやってやってはいるので、あんまりおすすめできないんですけど、喧嘩する個体同士ってこともあるからね。っていうか、うちのロペもシェフィーもベタなるよね。ずっと手でおとなしくしてたりはしないですけど、でも大暴れしたりはないしね。髪の毛が、私の髪の毛が手にめっちゃついてる。ピッピッ、あ、邪魔よ。よし、大暴れはしないし、ベタ慣れだよね、おそらく。私はベタ慣れだと思ってるんですけど、ベタ慣れだなと思った人はコメント欄にベタ慣れだねって書いてください。やっぱロッペ、あんた模様綺麗だよね。知って言うとね、この頭のところの模様がもうちょっと綺麗にね、
出てくれたら嬉しかったんだけど、なんかこのね、わかる？この3ピンピンピンってなってるのがこう1、2ぐらいになってたらよかったなって。ただね、ここの鼻のところのてっぺんとかね、この眉っぽいところとかね、おしゃれだな。あとここのね、ラインがすごい綺麗だなって私思ってる。目の後ろから1本、2本って感じでね。でこのちょっとね、黄色いところがあるのもこの子のいいところですね。スーパーマックスノーっていう、こう点々がね、もっとよりちっちゃい点々がプツプツプツってついてるのもあるんだけど、ついてる子もいるんだけど、私はね、その辺がちょっと苦手で、スーパーマックスノーの子だとね、あまりにも集合体っぽい感じでね、ちょっと集合体苦手なのよね。同じ色の集合体がビーって。このね、そう、シェフィーの背中あるじゃない、これ。もうよね。これよりももっと細かいのが、ビタ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 ってついてて。そう、スーパーマックスノーの子もね、この子をお迎えする時いたんだけど、もうね、見た瞬間にロペ様はね、この子を迎えたいって思う色だったんだよね。可愛いんだよ、本当に。ね、ちょっと高貴な顔してるのよ。こう、貴族っぽいよね、なんかね。だからロペ様って呼んでるんだけどさ。シェフィーはシェフィー。シェフィーももう慣れたな、これな。うちに来て3週間経ったかな、4週間 ?1 ヶ月経ったのかな、まあそれぐらいです。見て、このほら、あんまり怒んない。前までね、こんな指動かしたら指の上にいてくれることなんかなったからね。しかもね、今ね、尻尾を絡めてくれるなと、こうやって尻尾絡まってるね、後ろで。こうやっても、ね、離れないね。すごい体勢だね。あんたもうベタ慣れでしょ。たまーに軽アタックするけどね、多分手の入れ方とか今の気分じゃないっていう時にね、ちょっとしっかりピチッてされる。あんた手も噛みついたこともないもんね、ほんとね。ベタ慣れだわ、シェフィー。あんたこのまま大きくなってベタ慣れのオオトカゲになってね、頼むから。全然慣れてない状態の男が怖いからね。そう、サバのモニターもね、慣れてない子をこの間見させていただいたんですけどね、革手袋もはめてても怖かったね、私ね。普通にこう手をパッて前にやったら、こうトカゲがね、こうやってグーってくるの、普通に。でこの今のカメラのね、カメラのレンズが手だとすると、このまま来てガブッてくるの。ガブッて。革手袋入ってたから痛くなかったけど、あれ革手袋なかったらね、全然余裕で指縫う感じの噛みつきだった。してね、噛みついた後に首ブンブン振るんだよ、やっぱり。なんで革手袋そのまま持ってかれたの。まあ、それを知り合いの方、知り合いの飼育員の方のところの、その飼育員さんの知り合いのサバンナモニターなんだけど、まあ、だから友達の友達っていう状態ね。だから、まあ、要は赤の他人だけど、の方のところに行って、実際見てきたけど、いや、この子がね、一番慣れてないんだわっていう、一番慣れてない子が一番でっかい。あれね、1メーターなんぼって言ったら、25とか1メーター30近いみたいな話をしてたんだよね。で、この子はね、一番慣れてないのよって言いながら、押し入れがね、ほぼほぼケージとして改造されてた、その押し入れから出してもらったんだけど、出したら出したでね、見るもの、動くものを餌だと思う癖があって、もう、寄ってくんだよ、その、ダーって。しかも、トカゲ特有の、シッ、シッっていう声を出しながら来て、ハッってくるの。あれはびっくりしたね。友達もね、そのもっとハリネズミとか触るような革手袋じゃなくて、ほんと頑丈な革手袋を履いて餌やりして、一回戻して、で抱っことかできないよって渡されて、もうマジで抱っこできなくて、これどうすんのみたいな。
もうあの押し入れでもう修正飼育だよって言われて、あそうなんだって言いながら話を聞いてましたけど、あれはねちょっと衝撃だったね。でもこの子は慣れてくれてるね。というか両方とも慣れてるから、多分これ両方ともホノリに行けちゃう。でもロペは今下に行きたい。でシェフィはなんかロペに驚いてわーってなってる。いやーちょっとねこのまま人間に流れの状態でね、ぜひとも大きくなっていってほしいところでございますということでね、音浴を移させていただいた時点でございました。ということで、本日のミント日記は以上です。よかったら高評価、チャンネル登録、Twitter のフォロー、そしてコメントなどもね、いただけると幸いです。いや、可愛いねとか、もうそんな感じでいいです。いや、リンと、ほんとシェフィー、慣れてるよねとか、もう、ロペさんはね、この模様いいよねみたいな感じのコメント、お待ちしております。ということで、以上、ミントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上、リントでした。バイバーイ。